肉っていうのは内転筋とかかなり使うんで、やっぱりあの藤田も吉谷も奈良美博士も三浦敦弘も内転筋っていうの結構持ってかれるんですよ。強いキック、いやその中でやるときはグッと力入るから、そこちょっと怪我しないようにやってほしいなと思うんですけど、かなりあの気合を入れて蹴らないと蹴れません。あのウォーミングアップはちょっと内転筋を温めてます。あのお二人藤田選手以外は先ほどちょっとコーチのコールドスクールでやってたんで、スクールで、まあ、あと奈良も少しはウォーミングアップもできてるんですけど、ロシアがまだウォーミングアップほぼできてないので、そうですね、今一生懸命やってると思いますよ。じゃあこれどうでしょう、準備どれぐらいの皆さん必要ですかね。まだあとアップにはね時間がかかるかかりますか。